関体あざ、関体あざ、関体字、または、規範あざ、規範字は、1950年代に、中華人民共和国で制定された、従来の漢字を、簡略化した、字体体系である。関体字という呼称は、通称、俗称であり、正式にはカカー、関家あ座、関家字、という、中国大陸のほか、シンガポールやマレーシアなどでも採用されている。 複雑な漢字の簡略化に際して、解収化した奏書の要素を多く取り入れ、また、画数の少ない部品に置き換える手法も多く使っている。現在の、簡化アザ総表は、変貌に使用できない、簡単アザ350字、第1表、変貌に使用できる、簡単アザ132字と簡化変貌14個、第2表、各期参照、第2表を適用した。 艦隊ア七1753字第3表からなってい。総数は2235字になる。これらの漢字は艦歌ア座総表にまとめられている。新末の1909年、陸飛王子が教育雑誌総刊号に普通教育搭載用属体アザ、普通教育に属事を採用すべきだという論文を発表したことが艦歌運動の始まりとされる。 54運動時代の1920年、千元道は、新青年に、現象漢字比較的定義、漢字の比較を減少させる提案を発表し、1922年には、陸飛王子らと連名で、国語統一中、備え会に、常用の漢字すべての比較を減させる提案をしている。1934年にも、国語統一中、ソナ会に簡略されたの収集を提案し、 翌1935年には2400字余りの艦隊アザプの草案が生まれた。一方で国民政府教育部でも324字の第一非艦隊アザ票を交付したが、1936年に不必ず水曜、普及の必要なしの命令が出され実施されることはなかった。その後、観略自体の収集が盛んになり1937年には、 時体研究会が1700字の艦隊や座標第1表を発表している。中華人民共和国が建国された3年後の1952年、漢略自体の議論を受けて、漢字研究の機関として、中国文字改革研究委員会が設立された。1954年に憲法が制定され、政務員が解組されるなど新体制への変化の中で、 中国文字研究改革委員会も中国文字改革委員会に改名し、1955年に漢字漢化法案草案を発表した。翌年の1956年1月、この草案をもとに漢字漢化法案、漢が国務委により交付され、514字の漢体字と54の簡略化された変野作りが採用された。数年の使用実験を経て、 勘歌時は1五十九年までの4度改定交付され、1六十四年に勘化アザ総評にまとめられた。1 9 7七年、中国文字改革委員会は新たに第二次漢字簡化法案草案を発表し、さらなる漢字の簡略化を目指した。しかしこの試みは文化大革命直後ということもあって、あまりにも拙速なもので、自体が簡略化されすぎて、 読みにくい、見苦しいと猛烈に批判され、社会に混乱を催した。その結果8年間の施行で廃止された。これらの漢字は俗に二漢字と呼ばれる。この後、若干の漢字の取り扱いに変更があったものの、新たに大規模な文字改革は行われておらず、公式に定められた規範としての漢字は安定期に入いると言える。歌人が多いシンガポールでは、 1968年に、寒化漢字委員会を設置し漢字の簡略化の検討を始め、翌1969年に教育省が502字を収録した艦隊アザ表を発表した。この表により、シンガポールは中国大陸とは異なる独自の簡略化を進めた。その後1974年に中国大陸の艦隊字を取り入れ、 シンガポール特有の艦隊時との併用が行われた。1976年に発表された艦艦座総評でシンガポールの艦隊時は中国大陸のものと基本的に一致するようになった。マレーシアでは1981年に艦艦漢字総評を発表し中国大陸と同じ艦隊人が実施されている。艦隊時がほとんど見られない台湾と対照的に中国大陸では 基本的な簡体字とともに反対字との混用が見られることも少なくない。2000年に成立したでは、文物古跡、書道、典国などの芸術作品、記号大事、看板の手書き文字、出版、教育、研究上必要な場合に限り反対字の使用を認めている。一方、台湾、中国内のマカオや香港、北米の華境社会などは、 関体字を使い続けており、関体字があまり読めないという人々も少なくない。台湾で行われた電話世論調査によると45%が関体字を完全に読めない、41%が少し読めると答え、完全に読めると答えたのは残りの14%にとどまった。こういった事情と政治的、社会的要因によりしばしば同じ本について中国向けに 艦体アザ版、台湾、香港向けに、反対アザ版の2種類が出版されることがある。2007年11月に、中国の北京で開かれた第8回、国際漢字会議では、艦体字を維持しながらも5000から6000字の字体を、反対アザ中心に統一した、標準アザを定めていくことで、中国、台湾、日本、韓国など学者が合意したと報じられた。ただし、 中華人民共和国教育部、教育省は、そのような事実はないと否定しているとも報道された。本来は、簡単あざとは、元の字より画数を減らすなどして、簡単にした事態、つまり、日本語で言う、略字に相当する語であり、例えば、と、たくはいずれも、沢の簡体字である。しかし現在の日本では、中国で使われている字のうち日本とは違う事態の、 文字を総称して、簡単あざと呼ぶことが広まっている。例えば、日本では、以下の字、カッコ内は日本で使用されている字体をすべてまとめて、簡単あざと呼ぶことが多いが、簡下字はすべて簡単字に含まれるが、専用字と新字または元の字と比べ格数の減っていない字も含むためすべてが、簡単字とは言い難い。以下の字、カッコ内は、 旧字体あるいは反対アザは日本で簡体アザと呼ばれることが少ないが劣気とした簡体字である。簡体字の簡略化方法にはいくつか種類がある。日本における簡略化漢字である現行の新字体とは全く別に実施されたが、結果的に簡略化された一部の字は日本の新字体や日本で俗に行われる略字と同一のものもある。その一方で、 花表の通り簡体字が日本の別の漢字と衝突することもある。例えば、机は日本では机だが中国では木の簡体字である。可能という字は日本語ではかなうと読むが葉の簡体字であるため日本語では一般に葉と書き改める。簡体字で可能と表記する性があるが反対字では葉となる。日本にも可能性は存在しているが 別姓である、叶え、または、可能と読む。このように、簡体字が、反対字や日本の新字体と混同されるケースは、少なくない。簡体字で書かれた、中国の固有名詞を日本語の文章で使用する際には、日本の新字体に書き直すのが通例であり、日本の報道各社の用字用語集には、簡体字と日本漢字の対象表を掲載しているものがある。 1955年、中国文字改革委員会は、勘化法案に先立ち、第一非対アザ整理表を交付して、異体時の整理を行っている。そこでは810組1865個の漢字を、扱った。例えば、並び、波、並、波を、とし、かばね、近ばねを、とした。変貌単独で表示できないもの、一部の環境で、 その可能性のあるものは、その変貌が含まれる漢字に意地を記し、平気した。2009年3月3日、全国政治協商会議の藩経理委員が、漢大寺は中国の伝統文化の継承を妨げるとして、10年間で漢大寺に段階的に戻すよう提案した。藩は、漢大寺は簡略化しすぎていて、漢字本来の芸術性や表意文字としての成り立ちを、 破壊している、書くのが面倒とされてきた、反対時は、今ではキーボードで簡単に入力できると理由を挙げ、反対アザ復活は、中国と台湾の統一にも有利と、政治的な理由も挙げている。反対アザ復活とは別に、行き過ぎた簡略化を修正する、見直し論もあるという。反の提案に対し、中華人民共和国教育部は、反対アザ継続は、現行法で、 保護されていると反論している。2009年6月19日は永久中華民国総統は中華人民共和国にもっと反対時を使用してほしいとする異例の提案を行った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。